途中で先生、ボールがよく見えない。皆さんこんにちは、小松豊です。この前は栃木ゴールデンブレーブスでまた元気で活躍している川崎宗則選手、ムネリンのお話をしました。水戸ちゃんがソフトバンクが好きだということで、もうムネリンの話をしたんですが、ソフトバンク以外どこのファンですか？今ずっと好きなのはソフトバンクですけれども、巨人の選手とかもやっぱり巨人ね、これをご覧になっている方も巨人ファンの方いっぱいいると思いますけど、いろいろね、私もオリンピックや WBC やいろんな選手といました。安倍晋之助、安倍晋之助も何度も国際大会行きました。北京オリンピックも WBC も行ったし、今でも覚えてるけど、彼はね、大学1年の時に全日本合宿で初めて来たんですよ。社会人のね、いろんな選手たちが慎之助のスイングのスピードがもうすごいと、大学生のスピードとは思えないってことを横で言ってたのを今思い出しますけども、だんだん思い出してきたいろんなエピソードがありましたよ。本当ですか？はい、その慎之助とね、初めて国際大会に行ったのが、1998年、今から22年前のバンコクのアジア大会で、彼がまだアマチュアとか中央大学の学生だったんですよね。もう全日本の正捕手としてバンコクのアジア大会で戦いました。当時ね、22年前でしょ。22年前のバンコクってやっぱりね、水がダメだったんですよ。世界中をこういろんな国行くと、本当水道水をね、安心して飲める国ってのは当時はそんなに多くなかったと思います。アジア大会の選手村に入ってね、チームドクターとして、ちゃんとその選手村で出される食事大丈夫かどうかってことをチェックしなきゃいけないので、その時にね、その大腸菌を調べるっていう検査のキットを持ってきたんですよ。で、それで選手村の食堂で出されるサラダを調べてみたら、結構そこに大腸菌がいたんですね。で、よく水が危ないって言うじゃないですか。水割りが危ないとかで、ビールの瓶開けたのは大丈夫だけど、その水道と水が入ってるようなものは気をつけなさいよとか、生野菜なんかも洗ってるからそういう気をつけなさいよ。結局何が起こるかっていうと、そういうところにいろんな細菌がいて、いわゆる食中毒みたいな症状を起こす。アジア大会、22年前1998年のアジア大会では気をつけてはいたんだけども、やっぱり選手の多くが熱を出したり下痢をしたり、そういった食中毒の症状、医学的に言うと細菌性腸炎って言うんですけども、細菌性腸炎の症状になりました。決勝戦の前に慎之助選手が「先生お腹痛い」と、本当にもうトイレから出れない、そうやって来たんですよ。で、診察して明らかにも細菌性腸炎の状況、もう試合は目前ですから何とかしなきゃいけないということで、これは自分も勉強になったんですけど、ブスコパンっていうね、聞いたことあると思うんですけど、ブスコパンっていうのはお腹の痛み止めに使うんですよ。腸の動きをこう抑える薬なんですね。ですから、いろんなことをやりながら、さらに試合中にその腸の動きが少しでも止まるようにブスコパンの注射をしたんです。で、それが肩にしたんだけど、筋肉注射ってこうじわじわ効いてるから、肩にすればじわじわ効いて、そんな副作用がなくて大丈夫かなと思って注射をしたら、運動中だから毎回投げるわけじゃないですか。そうするとブスコパンが多分ね、早くこの体だけ回ったんですね。で、ブスコパンって内視鏡検査やるときにも使う薬だけど、ちょっと終わった後車の運転やめてくださいなんて言われるのは、目の焦点が合わなくなったりすることなんですね。で、そういう副作用があるのは分かったんだけど、とにかくこれを止めなきゃいけないということでそれを使うんですが、ちょっと効きすぎちゃって、彼はキャッチャーだから、途中で先生、ボールがよく見えない、お腹は止まってトイレ今なんとかなってるんだけどボールが見えない、そんなことがありました。でもさすがね、そういう大変な状況であったけども、しっかりとキャッチャーとしての役目を果たしてましたけど、私もね、打つんだったら違うところにもうちょっと回り方を考えれば少し少なくして何回に分けてるんですとか、普通の医療とはやっぱりスポーツの現場とは違うな、こんなに早くよく聞くとはちょっと思ってなかったものですから、自分自身も勉強になりましたし、慎之助選手も含めて下痢をしたり熱が出たりしました、そういった経験がですね、やっぱり食事もしっかり注意して体調を万全にしないとしっかり戦えないんだということを学ぶいい機会にもなったんだろうと思います。今2軍の監督やってますけど、アマチュアで全日本も経験して、そして絶対負けられないという試合も経験して、オオリンピックでもそれを経験したり、WBC でも経験したり、いろんな経験をしてるから、素晴らしい若手がいっぱい育ってくれるんじゃないかなと思います。あとジャイアンツ、長野選手、ジャイアンツが広島に移籍した長野選手の話をちょっとしようかね。長野選手も日大の学生の時から全寮に入ってるんですよ。彼と一番のこの強い印象があるのが、2006年にドーハ、カタールのドーハでアジア大会が行われたんですね。でその時に全日本の一員として、まだ大学生だった、長野選手が選ばれて、私はチームロッカーとして一緒に行きました。そのドーハのアジア大会も、台湾も韓国も、全員プロ選手、日本はオールアマチュア、学生、それから社会人の選手たちでそのアジア大会に臨んだんですけども、ちょうどその4年生でドラフトの後だったと思うんですよね。いろんな球団が長野選手を欲しいから指名をされて、でも長野選手はジャイアンツに行きたいということをずっと自分で言ってたんだと思います。結局その年は日本ハムにそのドラフトで指名をされたけども、その入団を拒否して、そして社会人野球のホンダに彼は行きました。ちなみに次の年もロッテが指名したんだけど、それも本題に残って、そして翌その3年目に念願のジャイアンツから指名を受けてジャイアンツに入ったと、こういった経歴なわけです。普通このドラフトでこう指名をされて、この指名を拒否するっていうのは、昔はよくあったけど最近はあんまりないかなって思います。指名を受けた時、どこの球団でもプロ野球選手として頑張りますって言った方が、なんとなくこう爽やかなイメージが持ってると思うんですよね。で日本ハムの指名を拒否して、そこまでこのジャイアンツに入りたいと思っているその長野選手とはどういう選手なんだろうという興味もあったんですが、本当に真面目で一生懸命で礼儀正しい感謝の気持ちを持っている、そういう男だということがすごくよく分かったんですよね。でそういうのエピソードがあったのがドーハのアジア大会なんですよ。大学生だから、あと上はもうみんな社会人野球のいろいろ先輩の人たちだけど、そういったその真面目に取り組んで礼儀正しくて感謝の気持ちを持っているその長野選手だから、その先輩たちにみんなから可愛がられてるんですよね。指名してもらいたくてしょうがない人たちがいっぱいいるわけですからね。なんか指名を受けたのにそれを拒否すると、そんなどんなやつなんだって、そういう感じじゃないんですよ。先輩たちから可愛がられてる。でそのシーンがね、そのドーハのアジア大会の時に長野選手の誕生日だったんですよ。ちょうど朝練習みんなでこう体を動かして、その時いつの間にか長野選手の周りを選手たちが囲んで、で一斉にこのペットボトルの水を長野に浴びせて、で誕生日おめでとうって、サプライズをやったんですね。でその場にいて、やっぱりその本当にそういう先輩たちから可愛がられてドラフト指名を拒否する生意気なやつじゃ全くなかった。でそれがみんな分かったからこそ、その先輩たちからその誕生日の素晴らしい祝福を受けた、そんなことを今思い出します。でジャイアンツでも活躍して、また新天地広島でも今、頑張ってくれています。そういった素晴らしい長野選手ですから、これからも大活躍してくれると思いますし、またオフには勝負してお願いしますからね。なんかみんなこの YouTube を通じてまた電話するからねということで、そうやってね、一緒に戦った仲間でもあるし、いろんなことを教えてもらった素晴らしい選手たちといまだにお付き合いさせてもらってるっていうのが自分としてもありがたいなと思いますし、彼らも見習って頑張りたいなと思います。ということで、長野頑張ってね、頼むよ。最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。